こんにちは、皆さん。じゃあ今日は父の日のテーマウィークの最後の日で、パソコンが好きなお父さんにぴったりのレシピを作りたいと思います。でとってもクリーミーなマッシュポテートで、父の日におかずにすると可愛いですよ。それでは始めましょう。でまずじゃがいもの皮を剥き、1センチくらいの厚さのスライスに切る。冷たい水にすすぎ、で冷たい水が入った鍋に入れる。塩一つまみを加え、水を沸騰する。で沸騰したら水を中弱火にし、火が通るまで煮る。約15から20分。水を鍋から注ぎ、鍋を弱火に戻す。ポテトマッシャーでじゃがいもを1から2分潰し、火から外す。卵黄を加え、滑らかになるまでじゃがいもを潰す。で、ボウルに移し、塩とマヨネーズを加え、よく混ぜる。ラップ1枚の上にマッシュポテートを1つ塊を入れ、ラップを包む。マウスの形にし、ラップを剥がし、さらに置く。で、薄くスライスした海苔でマウスのボタンとコードを作る。指でボタンにくぼみをつけると完成です。で、ご視聴いただきありがとうございました。今日は父の日のテームウィークの最後の日ですが、来週の月曜日からは新しいテームウィークですので、ぜひ説明欄にあるヒントを見てくださいね。で、皆さんが大好きで月曜日でね。バイバイ。